はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今回はね、こちらを紹介したいと思います。今回は2022年多機能スマートウォッチですね。スマートウォッチですね。面白いね、これね。はい、そんなわけで、中身を見ていきましょう。こんな感じのデザインのね、ウォッチになります。素敵だね、使いやすそうだね。はい、軽くて機能充実、生活はもっと豊かに、スタイリッシュでありながら非常に便利で実用的というのが売り文句のようです。いや、これ見てみるとね、すごいよ。ほら、こんなに機能があるよ。音楽再生、スマホを探す、活動量計、歩数計、そして長座注意、目覚まし時計、タイマー、ストップウォッチ、まだまだね。明度調整、女性の生理周期管理、遠隔カメラ、血中酸素濃度、タッチパネル操作、多言語対応、天気予報に DIY 文字盤ということです。文字盤が自分で作れるよっていうことなんだね。これが結構ね、意外とありがたいんだよね。オリジナルができるっていうのがね。はい、そして22種類スポーツモードがあります。まあ、縄跳びとかね、サッカーとかバスケとかバドミントンとかスキーとかね、いろんなのがあります。まあ、そのスポーツをやるときに一緒に合わせてね、セットすればいろんなデータがね、見れます。消費カロリーとリアル、ね、データをリアルタイムに記録してくれるそうです。すごいね、健康管理がね。そして高性能な Bluetooth 5.2 技術を採用しています。そして IP68 防水設計です。まあ、日常の生活防水はバッチリということだね。まあ、雨が降っても大丈夫だよっていうね、もう68だと結構強いです。はい、活動量計があって、睡眠モニター、これがあるんだね。今日はよく寝れたのかな、レム睡眠とノンレム睡眠どうなってるのかなっていうね、このこうモニターで自分がどんな眠りだったのか見ることもできる。すごい時代だね。まあ、時をしたまま寝なきゃなんないってことだね。はい、そして120種類の文字盤から好きなものを選択可能。でも DIY で作れるって書いてあったね。これね、お好きな写真を自由に設定できるよってことなんだね。そして磁気充電、15時間待機時間、これはどういうことかな。 2.5 時間の充電で5日から7日間使用可能ですよってことです。バッテリーの容量は 200mAh ということです、ね、すごいね。はい、そして電話の着信、そしてメッセージ通知、これ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 ね、これがね、はい、結構ね、気にする方多いんだよね。この文字を、メッセージを表示してくれる機能はありますかって、ブルブルメッセージが来たよっていうね、その合図だけではなくて文字を見たい、こうしてね、そういう要望って結構あるんだよ。できるのとできないのがあるので、今回はできるよってことです。でちゃんとね、誰から電話が来たかのね、名前もだから文字がちゃんと見れるかどうかね、これはちゃんと対応しております。はい、そして音楽再生はね、スマホと接続したら音楽を制御することができます。スマホを出さなくてもね、停止したり再生、早送り、戻すね、そういった音量調整などができます。これ便利だね。はい、それじゃあ実際に見てみましょう。こちら、はい、それではね、開封したいと思います。見えますかね。はい、パッケージはね、こんな感じになってます。はい、裏側ね、こんな、あ、日本語で書いてあるんだ。製品仕様とか、いろいろね。ちゃんとね、PSE マークと、はい、技的のマークもありますね。ちゃんと取ってるんだね。へぇー。はい、中を開けると、こんな感じで、ご注文ありがとうございましたってね、あります。そして、これは、マルチランゲージかな。日本語はあるのかな。よいしょと。あ、日本語あるね。うん。裏側の説明書が、これがジャパニーズランゲージになってます。はい。一応これ安心だね。日本語のマニュアルがあった。ね。はい。で、パッケージはね、こんな感じ。ちょっとズームしようか。にゅーん。ね。はい。こんな感じです。で、充電ケーブルはね、C だよね。C、あ、専用って言ったっけね。そういえばね。よいしょ。マグネットの専用って言ったね。
さっき自分で言ってたね。はい、これ、ああ、よく見るね、これね、うん、マグネット。はい、マグネットで、ちょうど今ね、この横に、ここにね、ここに今、ポータブル電源用意してるので、これちょっと挿して、準備しておきましょう。はい。それで、これがバンドだね。バンド。よいしょ。はい。これは自分でつけてねってやつだね、これね。うん、これも水に入れても全然大丈夫なの、スポーツのやつだね。はい。そして、本体。よ。はい、本体です。で、シールをペローンって取ります。はい。で、まず最初に、を、ペタンを、うん、あ、今半分ぐらい入ってんだね。今見えた40何パーセントしてね。今これで充電モードに入ってます。うん、ほら。充電です。とりあえず 100% まで眠った方がいいかな。で、これ組み立てるのに、これね、これね、ボタンのある方が右側でしょ？こうやったとき、こう入れて、こうだっか、こうだっか。時計ってどうしたっけ？ちょっと待って、すぐ思い出すね。今ここに違うやつがあるんだけど、下側か。下側がこれか。下側がこうで、こう通すのかな。こうして、時計ってそうだっけか。ちょっと待って、どうだっけ。バラバラになるとわかんないね。危ない危ない。上側だね。上側にこれがつくんだね。危ない危ない。トラップに引っかかるところだった。ねえ、おじいトラップ。上側がこれがつくんだね。うん、ということで、ここね、ここ、こうして、ぐって引っ張って、押し込めたらカチャッと戻せばいいのかな。よし。はい、今パチッと入ったね。はい、これで、こっち側は、ついた。これついたね。あ、アプリをダウンロードしてくれって今出てきてる。んで、どっち側？引っ込んだ方が裏だからこうだね。はい、じゃあ今と同じように反対側もね、つけていきましょう。よいしょ。でパチンとね、今入ったね。あ、抜けたね。ちょっとコツがいるね、これね。よいしょ。まあ若い人たちはまあ一発でパッパッと行くと思うね。うん。はい、これで OK です。で、これ今 Android のアプリを入れてくれってことなんで、ちょっとこれアプリを入れちゃいます。アプリをね。はい、それじゃあね、こちらの方、はい、充電も 100% になりました。で、アプリの方も QR コードからね、読み取ってこのようにインストールしました。それでメールアドレスの登録が必要なので、それでログインしています。登録しています。で、こっからデバイスを追加しなきゃなんないだね、これね。ちょっとこれ、ズームしましょう。よいしょ。はい。ちょっとピント合わないかな、これね。デバイスを追加ってあるので、ここね。はい。それで、この横にあるので、今横に出てきたので、これを押せばいくのかな？どうなんだ？お、来たね。おー、来た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 。はい。来ました。ペアリングできました。めちゃめちゃ簡単。ね。昔は Bluetooth 接続してね、手動でやる必要があったんだけど、今はもうこういう時代なんだよね。うん、めちゃめちゃ簡単です。
はい、それじゃあね、この、モードをちょっとね、見ていきましょう。でね、今直下なんだけど、ここ、お天気マークとかね、いろいろ出てるんだけども、これ長押しすると、今デフォルトで入ってるのがね、こういうのがほら、いくつか入ってるよね。うん。ね、このように何種類もね、入ってます。これは、どっかで管理できるのかな？ねえ、ほら。こんな感じで。で、ボタンは1個だけなんで、まあ、操作はしやすいと思います。よいしょ。ちょっとね、手にはめてみましょう。よいしょ。よっ。よいしょ。はい。こんな感じかな。ちょっときつかったかな。もう一個緩めた方がいいかな。はい。まあ、こんな感じです。ね。自動的に点灯するね。ちょっと一回消えて、うん。はい。こんな感じでね。パッてつきます。それで、ね、そのまま左にすると、健康管理のモードにね、これ入ります。これはあれかな？ボタンを押さなくてもそのままいけるのかな？例えば、タッチしなくてもそのままいけそうな感じだけどね。ね、今多分、はい、出ました。今おそらくこれがね、心拍数。これは何だろう。これはね、おぉ、消せ消せ。寝てるかどうかなのかな。アプリをして、寝てる。音楽のコントロールとか、ね。はい。まあ一応、連動させないとダメってことね。はい。スポーツモード、心拍数、睡眠。で、これだね。血中酸素濃度みんな知りたいよね。これだよね。ちょっと待って。よいしょ。勝手に変わるのはやめて。勝手に変わるのはやめて。これ。はい。多分おそらくこれがね、血中酸素濃度だと思います。正常だと98、99ぐらい。ね。でも92、93ってなると、苦しい状態になります。さあどうなんだ？ね。ちょっとしばらく待たないと。うん。あんま呼吸をね、乱さないように。はい、出ました。98% だね。はい、おじいは今のところね、元気です。それでね、アプリね、ちょっとこれ見えにくいかもしんないけど、何があるのかな？文字盤とかね、ちょっと待って、その前にアプリ、時間形式とか、ここら辺か、心拍数とか、あ、今測ったやつがみんなここに来てる。ここに来てる、ほら。98%。で、運動記録。運動は今やってないです。それで、睡眠もね、つけて寝てないです。心拍数。これ、自動測定ってオンになってるんで、まあ、勝手にやってくれるんだろうね、これ。ほっとけばね。で、今、リアルタイム心拍数ってやつ、これが今、ペコペコなってるので、あ、出てきた。これは意外とね、簡単かもしんない。今までのやつって、アプリ側の方でボタンをポンって押したりとか、それがこっちで測って、転送した必要があったけど、これ、リアルタイムで、あ、ほら変わった。おー、リアルタイム、本当だ。本当だ。リアルタイムで変わってる。あ、これすげえじゃん。これでしょ。みんな欲しがるやつ。これだよね。これです。これ面白そうだな。運動しながらやったらこれリアルタイムで見れるってことか。あ、これはすごい。血中酸素濃度は、これはリアルタイムはないよね。
これはリアルタイムはないよね。でも自動測定ってのがあるんで、定期的にこれほら時間ごとにちゃんとね計測してくれて残してくれるってことだね。ほらだいたい何パーセントぐらいこうやばい状態 95% 以下とかね、それがだいたい何パーセントぐらいあるよっていうのがデータで全部残るってことです。これすごいな。はい、まあ睡眠だけはね測れないからね、ということです。であと細かい機能ね、着信通知オンオフとか、まあここら辺がね許可する許可しないとかね、いろいろあるけども、よいしょ。リマインダー、DND モード、デバイスを探す、写真を撮る、ね、天気、単位、時間方式とか、まあ、ここら辺はもう、ありきたりのね、機能になってます。はい。で、これがね、文字盤の種類でしょう。皆さんが知りたいのは、どういう種類があるのかっていうね。あ、こういうこう、バラとかもいいね。あ、この、グリーン、これ、インコ、インコじゃないか。インコではないか。あ、こういうの綺麗だね。グリーンって綺麗だね、これね。これ選びたい場合どうするの？これ、どうしてやったらいいんだろう。これは、これは今、こっちバッテンがあるから、入れ替えってことかな、もしかして。これバッテンではないのかな。あ、バッテンだね、やっぱね。いらない、いらない、いらない、いらないってやってしまって、なんかいらないしって。で、これをドラッグ&ドロップではないんだね。あ、今ダウンロードした。いらないものを消せば、入れ替えができるってことだ。こういうのかな？おー、来た来た来た。来たってことは、おー、今来てた来てた。あ、来たー。これめちゃめちゃ楽だ。すごいなぁ。早いね、しかも。ねえ、一昔前のやつって、ダウンロードから反映するまでが、何ステップかあったりとか、めんどくさかったけど、これ結構早いね。こう、綺麗な、なんだっけ、これ、タンポポのなんかあれみたいなやつとか、ね。なんか、ドロイドコンモドキみたいなやつとか、ね。へぇー。うん。ほら。で、美女。ほほほほほほ。指人形みたいなやつ。あ、いっぱいあるな、ほんと。あ、まあ、こういうノーマルのやつは一個。これはチッチッチって動くのかな？動くのかな？動くよね。今時動かないやつなんてないよね。いや、早いな、ダウンロードが。で、ピンってんで、おー、来たー、針が動いてる。動いてる。お、すごいぞ。早いね。あ、スマイル。ね。スマイルもある。これ自分で作るのってどうするんだろう。自分で作るの欲しいんだけど。じゃあ、この中で、ま、いっぱいあるから、まあ、サンタクロースはまだ早いな。雪だるまもまだ早いな、時期がね。ここら辺かっこいいから、あ、ちょっと待てよ。これ、あ、でもこれ見にくいな。やっぱこれいいね、デザインがね。てってれってってってれーん。さあ。起きたー。字が見やすいね、うん、これとかね。てん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 。さぐーん。これちょっと重たいね、これね。はい、来たかな。はい、来た。あ、これアニメーションだからか。アニメーションだ。動くじゃん。じゃあこれはあれかな。
ふわーんって、散ったりするのかな？どうなんだろう？は、ふって、ふって、こう、ふ、ふって、ふってやって、あ、だいだ。よし。ふーってやって、ふーってやって、あ、ダメだ。ふーってやってさ、飛んでくと面白いんだけどね。で、壁紙は、これ、自分で、あ、じゃあちょっと待ってね。よいしょ。写真。これ写真を撮るにして、写真を撮る許可するにして、で、ほっ、うん、こうやってできるんだね、こうしてね。で、クロップって押しようかな。おお、場所割れしないとね。ここは、あ、ここは心拍数の方がいいな。あ、なにこれ。あ、すげえ、これ自分で変えられるんだ。色もこうやって変えられるし、うん、この紛らしい色にもできるね。レインボー、あ、すげえな、レインボーカラー、おー、すげえ、自分好みにできるんだ。これはいいね。すごいね。表示情報も、だから心拍数か天気か、今日のカロリーか、歩数計、ね、万歩計を切り替えることができるんだね。で、ちゃんとバッテリーの残量と、日付は出るようになってるんだね。この種類がな、一個しかないんだね、これね。うん、そこだけちょっと残念だけど、でも、今までの中ですごいな、これ。これ自分で好きなところに持っていけるんだね。はぁ、すげぇ。すげぇ。こうやって自由自在にできるんだよ。で、保存する。はい、今ね、保存してまーす。保存が終わったらこっち来るんだね。来たー来ましたー、すげー、ね、ワンちゃん、猫ちゃんとか、恋人とか、ね、うん、そういうのにしとくと、若者はいいよね。これいいなー、ね。はい。それでね、あと自分のプロフィールとか目標設定とかね、テーマスタイルとかなんかこう入れられるんで、ね。これテーマスタイルってなんだろうな。あー、自分のテーマのスタイルね。グリーンがないんだね。うん。ね。はい。ここのカラーだね、全体的なね。はい。こんな感じでね、使うみたいです。いや、すごいね、楽しいね。カリッ。とにかくね。てれん。はい。それではね、大まかな紹介したんで、じゃあお値段の方行きたいと思います。はい。ということで、いかがだったでしょうか。ね。なかなかいいでしょう。ね。気になるのはお値段。はい。じゃあね、ズバリ見てみましょう。せーの、ドキューン。はい。これね、ズームイン。ね。お値段の方が3980円となっております。なんか 33% 引きっていうけどね、まあ値段があってないようなもんだからね。で、さらにここから 5% オフのクーポンが適用ということなんで、まあここをチェックしていただければ、さらにもう500円安くなるよってことなんだね。500円じゃない、5%。5% っていうと、どの 5%？ この 5%？ ね、この 5%？ これだよね、多分ね。200円。ね、200円ぐらい安くなるんだね、おそらくね。はい、そんなわけで興味のある方はこの動画の説明欄に Amazon のリンクがあるんでね、所蔵の方をチェックなさってください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。